2008年シーズン世界チャンピオンのアンドリュー・ピット・スーパースポーツ世界選手権はモーターサイクルによるモータースポーツ国際モーターサイクリズム連盟が主催する4ストロークの2.34気筒エンジン搭載の市販車を改造したオートバイで競うロードレースの世界選手権大会スーパーバイク世界選手権に閉催されている1997年から スーパースポーツワールドシリーズとして開催されていたが、1999年にフィーム公認の世界選手権となった。4気筒 600cc 以下、3気筒 675cc 以下または2気筒 750cc 以下の4ストローク行動用バイクをベースにしたマシンで、改造範囲はスーパーバイククラスより制限されている。日本では 400cc 以上の免許区分が、 大型自動二輪に属するなどの理由から販売台数は限られているがヨーロッパでは販売台数が多くレース活動が売り上げに直結しているためバイクメーカーは力を入れている2000年から2003年まではスポーツランドスゴで日本ラウンドを開催していたありがとうございます